行ってるでしょ。
兄、これどういうこと？しのぶちゃんは？マヤ様、今の宝大様は暴走した天使の矢の影響で今日中に告白しなければ一生彼女ができない体質となっているのです。なら早くしのぶちゃんのところへ。でもお兄はしのぶちゃんと結ばれる運命。他人が決めていい運命なんてありません。仮にあったとしてもそんなものにどんな価値がありますか。宝大様は選びました。自分自身で運命の相手を。それはマヤ様、あなたなんです。違う、私は信じない。あなたはお兄をたぶらかすヘッポコ天使。な、そんなことない。私はしのぶちゃんを幸せに。しのぶちゃんか。ヘッポコ天使にたぶらかされた今のホーニーには何を言っても無駄。私はしのぶちゃんの運命を